16番、甲状腺乳頭がんについて。これはあれですね、はい、一覧表にして覚えるやつですね。ああ、そうですね。全く覚えてませんけど。覚えてないって。まあ、ここで抑えましょう。女性に多いということは丸ですね。高齢者じゃなくて、まあ、子供ですね。女性、子供と。で、予後はいいでしたっけね。はい。放射線とかの影響でなるというやつで。そういう予後は良いと。だからなんか子供とか、なんか、エコーで見たりするという。これは高知ですね。サイロゴブロに高知になることがあると。サルウ状切開かと、まあこれも覚えておきましょうという感じですかね。はい。活動方向の症状はどれか。すぐにおしっこが出たく頻なってし尿まうと。と頻尿と切迫切感で迫すか感、ね。そうですね。収縮性心膜炎について。はい。何ですか。どうでしょうか。収縮性心膜炎っていうか、まあ、周りがガチッと固められてるっていうイメージですかね。心臓があって、固められてる様子な状態なので、まあ、心膜がカチカチになってる状態で、膨らもうとしても膨らめないということで、拡張できないということで、拡張不全ですかね。あとは何ですかね。拡張しようと思っても拡張できないということなので、右室と左室の拡張末期圧が等しいと。そうです変わんね。なくなっちゃうっそうてでこすとでね。すか。本来膨らんで自由に動けたらあれですよね。動けたいいのにということで、まあ同じになっちゃうと膨らめないのでということですかね。あとはいいですかね。そういうことらしいですね。ガチガチで膨らめないというイメージで。はい。ということでいいですかね。まあ、いいですか。はいいですか。い。気分障害で見られる思考障害。ですね。シゾをはじけってやつですかね。ああ、弾いてもいいですしという感じですかね。まあいいですか。もう答いいでえすないよ。ですか。いいですよ。はい。顔面本質と思考性質と、まあ、双極性障害イメージするということですかね。小児の急性細気管支炎について正しいのはどれか。RS でしたかね。RS ウイルスで、はい。はい。で、空気性か呼吸性かですね。はい。細気管支炎だから、気管支ですもんね。気管支で、気管支だから、上気道が吸気性、急下気道性。が、呼気性で、まあ喘息と鑑別が必要になるみたいな感じでしたっけね。ということで、まあ呼気性ですかね、これは。年齢は乳幼児ということで、乳幼児、はい、ということで3つということです。3つか。まあ、この辺は抑えましょうと。まあ、ネブライザーとかいうやつですね。66歳の男性、体重増加と著名な浮臭。次第に靴が履きにくくなり、体重が7キロも増加しちゃいました。生来健康でした。血圧が高い。総タンパクアルブミンが低いですかね。そうですね。また人生健だよ。そうですね。まあこれ見てあれですかね。ここでネフローゼと、タンパク出てるという、ネフ
と、まあ、年齢を見て、まあ、年齢が若くて、ね、ネフローゼだったら、あの、はい、微小変化型とかを疑うと、はい、で、まあ、このぐらいの年齢で、まあ、ネフローゼだったら、で、まあ、ちょっと見てみましょう。なんか、まあ、成人症かなとか思いながら、まあ、膜が染まってるようなイメージですかね。糸球体形態っていうんですかね。あとは測度器の何ですか、融合とか、まあ大体今の膜が染まってるイメージで大雑把に考えて、その膜性腎症だったらどんな合併症があったかなみたいなことを、合併症ですか、思い浮かべて、膜性腎症の合併症、合併症で何かあったかなというので、はい、まあありましたっけね、まあ、感染症とかありましたよね、感染症 HBV とかでしたかね、あと梅毒とか、あと膠原病、まあ、他には悪性腫瘍もありましたね、という、その辺の合併症を抑えましょうと、そうですね、抑えましょう、胃がん大腸がんとかですね、あとは膠原病、あと SLE とか、関節リウマチとか、あとは禁制剤ですね、薬物だと禁制剤とかディペニシラミンというところを抑えましょうという問題で、まあ、この辺はよく出ますよね、膜性腎症っていうのは、はい、生後3日の新生児、まあ、ダウン症児ですね、はい、ダウン症、はい、でまず行うべき対応、ダウン症候群の疑いがありますとだけ説明を受けていて、まず行うべき対応ですね、うん、はい、まず話を聞きましょうかね、両親が何を心配しているか、まあそうですね、まあ聞きましょうという感じですかね、はい、60歳の女性、検診で胸部 X 線写真で異常指摘されました、自覚症状はありません、喫煙歴もありません、はい、はい、まあ見ますかね、見ましょうか、感じですかね、なんかありますね、と、できちゃいましたね、はい、まあ、そうしたら腫瘍、まあ、がんを疑って何をしたらという流れですかね、はい、まあ、そうしたら、まあ、整形をしないことにはちょっとわからないと、そうですね、組織を見てみましょうという、ね、はい、はい、53歳の男性、突然生じた強い左肺部痛、2年前から痛風で尿酸排泄促進薬を内服していますと、うん、はい、ちょっとおデブちゃんですかね、はい、左肋骨脊柱核の高脱を認めています、はい、タンパク1プラス、鮮血3プラス、うん、血球多数、はい、はい、はい、診断にどれかということで、そうですね、まあ、まず、まあ、水腎症があるというわけですね、腹部超音波で水腎症があってということなので、まあ、何ですかね、何を疑いますかねということですけど、何を疑ったらいいですか、まあ、痛風で尿酸排泄促進薬を使うとあれですかね、はい、結石ができやすくなりますかね、尿酸結石とかですかね、そうするとしたらいいですかということで、まあ単純 CT で見たら石が見えますよということですかね、まあそれで見ましょうと、あーまた出たよ、58歳の女性、下肢のむくみ、15年前に糖尿病でインスリン治療を受けています、1ヶ月前から下肢のむくみを自覚して次第に増悪してきましたと、55センチ60キロ、血圧160の86、尿タンパクが出てます、血糖 A1C ちょっと高めですかね、はい、はい、はい、まあ、これも出てましたね、こういう問題は糖尿病で、ね、腎臓が悪いということで、
どうしますかという話は、どうしましょうね。どうしましょうはね。い。で、タンパクはいくつぐらいでしたっけね、タンパクは。何でしたっけ？0.6で揃えた、6で揃えたらいいという感じでしたっけね。0.6グラムキキロロですグラか？ムでしたっけね。636。はい、6636。大体そんな70とか多いでしょうちょとっか、と多いですね。40と食塩は9が普通の人でしたっけ？9が普通の人ですかね。はい、じゃあ5に制限しましょうか。5に制限して45、45のペで、アあでいいとではしょう。総エネルギーですはい、かね。計算があるんでしょうね、計一応。算が、はい、どうですかね。大体その30、35ですか。まあ、大体30ぐらいで見たらいいんじゃないですかね。こういう人キのロ場カ合。ロリーパーキロですか？そうですね。キロでやると。まあ大体どのぐらいかと。1800。少し減らし減らてしたぐらいと。1600ぐらいはい。ですかね。まあ、1200じゃちょっとさすがに少ないだろうっそうていですうね。感じはしますね。あと、その腎臓悪くなってる人に、エネルギーの制限はしちゃいけないっていうのありますよね。ああ、そうなんですエネか。ルギー制限すると、なんか別の、例えば筋肉とか、なんていうか、そういうとこから分解しちゃってみたいな、良でくな逆にさ良そうくでなすいのね。で、カタボっていうんですかね、そういうの。メタボじゃなくメて、タボじゃカなタくボて、リッカタクのボ方リッですクね。の方なので、だから制限はなるべくしないということで、まあ、多い方を選ぶみたいな感じでもよかったかもしれないですね。なるべく計算はした方がいいんでしょうけど。そうですね。はい、3歳の男児が6日続く高熱をしそうですね。6日前から38から39度台の発熱。昨日から体幹に皮疹。1歳の弟がいます。元気がなくて食事摂取が半分以下です。充血を認めて、口唇に発赤と乾燥を認め、咽頭は発赤していると。両側の頸部に計2センチのリンパ節を3個植植。嬉しい感じになってきましたね。体幹の皮膚に不定型の黄斑があります。四肢末端に発赤と浮腫を認めています。そんな感じですかね。そうすると、眼瞼結膜の浮腫と、浮腫じゃない、充血と、流血。いろいろキーワードがありましたけど、どうでしょうかと。はい、まあ、これは川崎病ですかね、川崎病。川崎病で、皮がむけてきますという、まあ、皮の落雪があるという、これがあれですかね、回復するときに、なんかその皮がむけてくるという川崎病の 特徴ですかね。まあ、眼球結膜の充血というのが結構大きなキーワードですかね。あとは、まあ、いろいろありますけど、キーワード散りばめられていますね。散りばまれ散てりまばすめね。られてました。45歳の女性が左乳頭乳リンプの変化を主訴に来院しました。ステロイド外用薬は無効でしたと。未経験で授乳歴はありません。種類を食事しません。これですかね、見た目。まあそうでしょうね。はい。まあ、これで何ですかということで、まあ外から見てはっきり分かると、まあこれ、まあ皮膚科でよく扱われるんですかね、皮膚科で出てきそうなやつという、これですかね、ハリエット病ですはか。パジェットという感じで、まあ見た目は大切かもしれないですよ、ああいう乳房パジェットと。ちょっと一旦切りましょう。はい。